紳士淑女の皆様こんにちは。オーダースーツ佐田の岸上です。今回はオーダースーツがどんな人におすすめなのかについて解説していきたいと思います。自分に合ったスーツをカスタマイズして注文することができるオーダースーツはとても魅力的ですが、その背景には既製品で出会えなかったデザインを作りたい、今着ているスーツの悩みを解決したいなど、お客様それぞれの理想の姿がありました。具体的にどんな悩みを持った人がオーダースーツを検討すべきなのかについて、プロの目線から詳しく紹介していきたいと思います。もしかしたらあなたが今抱えているスーツの悩みはオーダースーツで解決できるかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。スーツにおいて重要なのは何といってもシルエットです。どれだけデザインがかっこいいスーツを購入しても、この丈が体に合っていなければかっこ悪く見えてしまいます。今着ているサイズのスーツがブカブカすぎる、逆にタイトすぎるなどの悩みがあれば、オーダースーツを検討してもいいかもしれません。例えば既製品のスーツは身長とウエストをもとにサイズを分類して作られています。ただ人間の体は身長、ウエストだけで分類できるほどシンプルではありません。既製品の場合、あらゆる年代、あらゆる体型をカバーする必要があるので、サイズ感に一定程度の開きが発生してしまいます。あるサイズを選ぶと自分の体より小さくて、その一つ上のサイズに変更すると大きいという、どうしようもない問題が発生する場合もあります。胴の長さと胴の周りの長さのバランスによって人によって異なったりします。もちろんこれはスラックスにも言えることです。股の深さと足の長さのバランス、足の長さと胴の周りの長さのバランスも人によってまちまちです。20数箇所を採寸するオーダースーツサダであれば、体格に合わせたスーツを仕立てることができるので、体にフィットするスーツに出会えることは間違いないでしょう。普段使いしているスーツのシワやヨレが目立ってきたなど、劣化が気になる方も多いのではないでしょうか。もちろんこれは日常的なケアやクリーニングなどで解決することができるかもしれません。ただシワやヨレができやすい状態である可能性も視野に入れておく必要があります。実はサイズが合ったスーツを着用すると長持ちしやすいというメリットがあります。きつすぎるスーツを着用すると生地が擦れ劣化する原因になったり、大きめのスーツだとシワやヨレが発生しやすいためです。生地への負担を最小限にしてスーツの寿命を少しでも長くするには、やはり自分の体にフィットしたスーツを着る必要があります。なのでスーツのシワやヨレが気になる方もオーダースーツを検討してみるといいかもしれません。先ほど説明したようにオーダースーツの最大の特徴は自分の体型に合ったスーツと出会えることです。もちろんスーツ姿はシルエットが大切なので、体にフィットすれば着こなしている感じが出てかっこよく見せることができますが、上司や取引先のスーツ姿を見てみると普通なのになんかかっこいいなと思うことありませんか？そんなかっこよくスーツを着こなしている人たちは気づかないだけで、もしかしたら細部にこだわっているのかもしれません。オーダースーツではサイズはもちろんですが、デザイン、生地、色、柄、スーツの襟型、ポケットの形、ボタンなどあらゆるところをカスタマイズすることができます。つまり既製品にはなかったオリジナル性を表現することができます。逆に選択肢が多すぎて迷うという方もいらっしゃいますが、プロがお客様のイメージに沿ったオーダーをサポートするので大丈夫です。仕事に慣れてきて自分に合ったスーツを選ぶ余裕ができてきた人は、ぜひオーダースーツを視野に入れてみてください。いかがだったでしょうか。オーダースーツを注文する理由は人それぞれですが、今着ているスーツの悩みを解決できるのはもちろん、よりかっこいいスーツと出会うことができるかもしれません。仕事でスーツを着ている方はこの先スーツとも長い付き合いになると思いますので、ぜひ仕事用に自分に合ったスーツを一着は持っておいても損はないのではないでしょうか。
もちろん今回説明したのはあくまで一部なので、細かい質問などはぜひお店で直接相談してみてください。このチャンネルではこういったスーツの着こなしやシーンに合わせたマナーなどの情報を発信していますので、次回の動画もチェックいただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また本動画で説明した歴史や成り立ちについての説明はあくまで諸説あるうちの一つとしてご了承ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。